ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、以前の動画で放流時の謎について説明してくれたわよね。ああ、そうだったな。あの時は放流時の七不思議というお題で解説したな。怖すぎて放流時に行けなくなったけど、放流時って世界最古の木造建築なんでしょ？実はそれについて意見が分かれるところがあるんだ。だけど放流時は世界に誇る建築物なのは間違いない。気になる言い方ね。私は放流時そのものの魅力についてもっと知りたいわ。わかった。世界最古の木造建築と言われる放流時には魅力がいっぱいだが、ちょっと疑惑もある。何よ。詳しく教えてちょうだい。では、今日は放流時にまつわる不都合な真実について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。じゃあ、早速だけど放流時ってどんな建物なのか教えて。わかった。おそらく放流寺は日本人が一番知っているお寺のベスト3に入ると思うが、聖徳太子が発願して建てた日本最古の木造建築ってことくらいしか知らないんじゃないか？そう言われるとそうだわ。悔しい。ああ、あと奈良県にあって、五重塔があるのも知っているわ。五重塔も有名だな。放流寺にはたくさんの貴重な建物があるから。建物の前に放流寺の歴史について簡単に解説するぜ。お願いします。馬宿の王子、聖徳太子は、宮廷のある飛鳥から離れたイカルガの地に宮を作って移り住んだのが、601年推古天皇9年のことだったんだ。そうなんだ。どうして飛鳥から離れて住んだの？奥さんの柏出の保木君のイラツメの実家がイカルガにあったからだ。聖徳太子は、奥さん思いなのね。それにイカルガは背後に八田丘陵があり、富雄川が南北に流れ、南で奈良盆地の諸河川と合流して大和川になる。両外の地で、交通の要に当たっている。それは一石二鳥で、いいところを見つけたわね。ああ、さらにイカルガから大和川に沿って、峠を越えると大阪平野に通じていて、大阪からは瀬戸内を通って西国へ、さらに朝鮮、中国へと回路も開けていた。なるほど。聖徳太子といえば、遣隋使のように中国や朝鮮から文化を取り入れていたわね。ああ、その後、父の陽明天皇が病気で亡くなり、父のために寺の造営を発願し、607年推古15年に完成したのが放流寺なんだ。当時はイカルガ寺と言われていた。もともとはお父さんのための寺だったのね。そうだな。その放流寺は1993年平成5年に世界文化遺産に登録された日本を代表する建築物だ。世界遺産か、やっぱり世界が認めたお寺ってことね。正式には、放流寺地域の仏教建築物で、放流寺の金堂、五重塔、中門など47の建物に加えて、北東に少し離れた北起寺の30の塔も含まれているぜ。ところで放流寺ってどこがそんなに世界に誇れる建物なの？いい質問というか、疑問だな。今日の動画で放流寺がなぜ世界に誇れる建物なのか納得できるぜ。それは楽しみね。じゃあ、早速建物について解説してちょうだい。よし、ではまず現在の放流寺の境内図を見てくれ。あらあ、こんなに広いお寺なのね、さすが有名なわけだ。境内の面積は18万7千平方メートルだ。実際に行くと、その広さをもっと実感できるぜ。東から順に国宝指定建造物を紹介すると、展望堂、夢殿、鐘楼、東大門、食堂、興風堂、東室、松陵院、回廊、大講堂、金堂、五重塔、経堂、中門、南大門、西円堂、西室、三陵院だ。ええ、そんなに国宝の建物があるわけ？そうだぜ。こんなに国宝が密集している場所も珍しいな。金堂や五重塔などの施設が並ぶところを聖院伽藍といい、東大門を挟み、その東に広がる伽藍を東院伽藍と呼んで、大きく二つの伽藍がある。ほうほう。ところで伽藍って何？ああ、そうだったな。伽藍というのは、もともとはお坊さんが修行をする場所の意味だったが、寺院の建築物を指す言葉になったんだ。なるほどね。それで、これらは適当に並べて建物を作ったの？いやいや、建物は適当に並んでいるわけではないよ。大陸から仏教が日本に入ってきた時に、塔や金堂をどのように配置するかをめぐり、様々なモデルが示されたんだ。有名な4つの伽藍配置を紹介すると、塔が真ん中にあり、3つの金堂が囲むように配置された飛鳥式。南北の軸線上に金堂と塔が並ぶ四天王寺式。講堂が回廊の一部に組み込まれて軸線上に金堂、左右に塔を配置した薬師寺式。
そして金堂と塔が左右に並ぶ法隆寺式があるんだな。知らなかったわ。並べ方にも意味があるわけね。法隆寺式の伽藍配置にも理由があるんだが、それは後で話すとして。霊夢よ。法隆寺の建物の中でも、ほとんど創建当時のまま。つまり、飛鳥時代の建築のままで残っているところがあるんだぜ。飛鳥時代って、今から1400年ぐらい前でしょ。ああ、世界中探してもないだろうな。どこなの？法隆寺の建物の中で、飛鳥時代に建造された建物は金堂、五重の塔、中門、回廊で、いずれも全員伽藍なんだ。使われている木材はすべて樹齢1000年以上のヒノキ、それが1300年後の今でも立派に使われているんだ。1300年？ってことは、法隆寺が作られる1300年前だから紀元前から生えていた木？うん。ヒノキの寿命は2500年から3000年。ちなみに杉なら1000年、松なら500年だぜ。ヒノキってとんでもない木なのね。ヒノキは日本と台湾にしかなく、日本にあるヒノキはもう樹齢500年ほどのものがわずかしかないんだ。木造建築の中でも世界最高レベルの耐久性と保存性のヒノキの木を、金堂、五重の塔、中門に使ったんだな。すごいわ、これは世界に誇れる。驚くのはまだ早いぜ、それだけじゃなく、金堂や五重の塔を作った飛鳥時代の大工の素晴らしさもある。元祖法隆寺を作った人たちね。法隆寺を昭和時代に修復した宮大工で有名な西岡恒和さんは、飛鳥時代の大工の腕が一番だと言っている。どうしてそれがわかるのかしら？法隆寺は、創建当時の飛鳥のものもあるが、各時代に修理、修復されているんだ。藤原時代のもの、鎌倉、室町、江戸時代、大正、昭和の時代に修理が行われているが、西岡さんはその修理の後から、その時代の美に対する考え方や、建築物をどう考えていたかがわかると言っているんだ。なるほど、それは面白いわね。例えば西岡さんは1934年昭和9年から1985年昭和60年の昭和の大修理の時に、歴代の修復跡も見たわけだが、飛鳥時代の金堂と五重の塔、中門の作りは見事なものだと言っている。だから今でも残っているし、ヒノキの特性を知り尽くし、自然というものは何かを熟知していた証拠だというぜ。それが室町時代になるとすっかり忘れられていると嘆いていた。例えば針がまっすぐになってしまったんだ。まっすぐだと良くないの？ああ、木にとっては自然なままの形の方がいい。だから木そのものの形を生かし、使う場所まで考えていた飛鳥の大工は、装飾よりも構造を大切にしていたんだな。法隆寺の講堂は平安時代に建てられたものだが、飛鳥時代に建てられた中門の柱と比べるとその差がよくわかるそうだ。見る人が見るとわかっちゃうのね。なんかいろんなことにも通じるわ。講堂の柱は目が荒いんだが、これは樹齢が少ないからなんだそうだ。中門の柱は樹齢1300年の大木を四つ割りにしたものを使っている。こうすることで一本の木をそのまま四本使うことができるだろ？そうね。樹齢1300年の木なんて、そう簡単にないだろうから、丁寧に丁寧に扱ったのね。西岡さんは、飛鳥の大工の知識と技術が、中門の美しさに表現されているとも言うぜ。今度見に行った時に注目してみるわ。西岡さんは、法隆寺の素晴らしさを日光東照宮と比較して話しているんだが、東照宮は装飾に走り、見た目ばかり飾って構造がしっかりしていないから、350年しか持たなかったとて厳しい。見た目よりも、中身が大事なのは、家も人も同じね。これは真実だな。では、ここから法隆寺の中でも特に飛鳥時代から残る金堂と五重の塔、中門の解説をするぜ。わーい、楽しみ。まずは五重の塔だ。五重の塔は金堂よりもいいヒノキを使って作られたんだが。霊夢、五重の塔って何のためにあるか知ってるか？そういえば、そんなこと考えたことないわ。普通はそうだよな。五重の塔は塔婆なんだ。塔婆？私たちも人が亡くなると木製の塔婆を建てるがそれと同じで。お釈迦様の遺骨であるシャリを埋めて、その上に建てた塔婆が五重の塔なんだな。へえ、でもあんなに巨大にしないといけないわけ？塔婆を長く持たせるために、30、50の屋根で覆っているんだ。なるほど。お釈迦様の骨があるっていう印なんだね。そうだ。それから五重の塔は真ん中に心柱っていう大木を建てるんだが、これが五重の塔の命とも言える大事な柱で最高級のヒノキを使いたい。だけど近くにいいヒノキがなかった。じゃあどうしたのよ？だから奈良盆地の南の吉野の山中から切り出したんだよ。
運ぶのが大変そう。どうやって運んだの？心柱にする木は、樹齢800年から1000年くらいのヒノキの大木だ。これを予期という大工道具で八角形の断面になるところまで荒削りをし、いかだに組んで川に流し、放流時の近くの富尾川まで運んだんだ。ものすごい重労働ね。五重の塔を建てるのに必要なヒノキは、金堂を建てる時に使ってしまい、もう放流時近くにはなかったんだな。いかだで運んでいると、その間に木材の樹液が出て乾燥しやすい状態になって好都合だったんだよ。いいこともあったのね。そうだな。心柱を受ける礎石を心礎というが、この巨石を地表から深さ3メートルの穴に入れる。そして心礎の上面を石膏が少し削って平らにし、心柱が立つ位置に直径、深さとも27センチメートルくらいの穴を穿ち、そこにガラスの瓶に入れたシャリア銀、金の容器などを入れ、銅板で蓋をした。その心礎の上に心柱を立てているんだ。じゃあ、二度と取り出せないじゃない。そうだよ。再び取り出すことができないから、心柱こそ釈迦を象徴するとも言えるな。心柱ってどのくらいの大きさ？一番太い根元で約90センチメートル、高さは30メートルにもなる。30メートルって、ヒノキってそんな巨大な木なの？いや、八角形の2本の部材を繋いで作ったんだ。繋ぎ目が完全に噛み合うように継ぎ手し口し、さらに結合を完全にするために、心柱の四方から添え木を当てているんだぜ。手が込んでいるわね。だけど30メートルにもなる心柱をどうやって心礎の上に立てたのかな？それがよくわかっていないんだ。クレーンもない時代だから相当大変だったろう。おそらく心柱の下半分を最初に立て、2本目の柱を繋ぎ合わせたんだろうな。これを1400年以上も前に、しかも人力でやっていたなんて驚きね。そうだな。心柱を立てた後、穴は埋め戻され、下から 2.7 メートルの高さまで粘土を巻いたんだ。どうして？粘土が乾けば、心柱の根元はしっかり固定されるし、木が長持ちするからな。この心柱は年輪から594年に切られたヒノキであることがわかっているが、驚くことに、この柱は、最上階で木造の骨組みと繋がっている以外は、各層の柱や組物などの組み合わさった構造体とは全く繋がっていないんだぜ。じゃあ、心柱って意味がないんじゃない？いやいや、心柱はざっと3トンの重さがある総輪の大部分を支えているんだ。ああ、あの屋根の上の部分に出ているところね。あれってそんな重いんだ。それと初重から五重まで、各層の四方の柱は、上に行くほど内側に立てられているんだ。外から見ると5階建てに見えるけど、全然違うわね。そうだ。各層の柱がずれているから、それぞれ天秤の関係で下へ力が伝わっている。すごくよく考えられた構造だわね。もっとすごいのは、放流時の五重の塔は、建立されてから一度も地震で倒れていないんだぜ。地震大国日本でそれは誇れるわ。どうして？地震の揺れに対して、心柱と塔の骨組みとの間にある隙間で地震の揺れを逃していたり、初重が左に揺れても二重は右に揺れるため、揺れのエネルギーを吸収すると考えられているんだ。なるほど、車のハンドルみたいに遊びがたくさんあるイメージかな。そんな感じだ。ボルトで固く固定されておらず、木材の組み物同士も緩やかに結合されているからな。さらに驚きなのがこの飛鳥時代の構造は、東京スカイツリーにも採用されているんだぜ。へえ、今に繋がっているとは。大昔の技術とは思えないよな。さて次は金堂についてだ。また疑問なんだけど金堂って何のためにあるの？そう言うと思った。金堂はその寺のご本尊様を安置する建物だ。そうか。ってことは、お寺の中でも最も重要な建物ね。ああ、だから大切に建てられた。それまでは建物を建てるとき、四角い穴を掘って柱を立て、穴を埋め戻して突き固める掘ったて柱式でやっていたんだよ。金堂もそうやって柱を埋めたんじゃないの？この作り方だと、土と木が接する部分はいくらヒノキでも100年も持たないで腐ってしまう。それに屋根がかやや板だったら大丈夫だが、土で作った瓦と瓦を拭くための土を大量に乗せるので、掘ったて柱式では、重くて持たないんだな。じゃあ、どうやって作ったの？礎石建物という建て方だ。柱を支える礎石という石と、礎石を受ける頑丈な地盤が必要になる。ここでも土台作りが大事なのね。そうだ。金堂を建てる敷地では、表面の土を履いて、自然のままの硬い地盤を出し、その上に半築という中国伝統の方法で土台を作ったんだよ。半築って何？10センチくらいの厚さに地山と同じ粘土質の土を置いて、土
突き固めては、重ねていく方法だ。突き固めるには、女性の力で十分で、おしゃべりをしながらぼっちぼっちとついていく方が。力で突くよりも粘土の中の空気が徐々に抜けて土がよく固まったんだな。法隆寺が1300年も持ち続けているのは、土屋土台の素晴らしさがあるんだわね。そうだな。金堂も礎石を据えてその上に柱を乗せたが、石の凹凸に合わせて、柱の下を削る光付けという方法で行ったんだ。自然の形に合わせるのがここでも活かされているんだ。この柱をよく見てくれ。なんか、真ん中が膨らんでいるわね。これが有名な円太子のある円柱で、上と下がやや細く、下から3分の1くらいの位置が、一番太くなっているんだぜ。この丸い柱も角材を八角形の断面に変え、次に蝶なで角を落とし、丸柱にし、槍ガンナで仕上げたんだ。どうして円太子にしたの？見た目が美しいから？それが大きいかな。柱が太いと安定するけど全体との調和が保てなくなる。それに柱のような大きい部材は目立つから、柱それ自体も彫刻のように美しい形にする必要があったんだ。なるほどね。金堂も2階建てに見えるけど、違うのかな？ああ、違うぜ。わざわざ2階のように見せたのは、隣の背の高い五重塔との釣り合いを取るためだ。確かに、中門から見たら、両方の建物のバランスが関わってくるものね。美意識高い。金堂内部には、国宝の釈迦三尊像や薬師如来像、四天王像などが安置されているぜ。仏像も国宝がたくさんなのね。そうだな。まだまだ紹介したい建造物がたくさんなのだが、そろそろ今回の本題に入ろうか。ここからは法隆寺の不都合な真実に迫っていくぜ。そうそう、ずっと気になっていたのよ。一体何が不都合な真実なの？まあ、不都合というより、法隆寺の未だに謎に包まれた要素とでも言うべきかな。実は法隆寺には再建論争というのがあったのは知っているか？え？知らないわ。法隆寺は飛鳥時代のままのものじゃないの？日本書紀の670年天智天皇9年4月30日の上に、暁、法隆寺しつけり、一つの家も余すことなし、ひさめふりいかずちなると記してある。つまり670年に法隆寺は焼けてしまった？ああ、だが、法隆寺側の文献には、この火事のことが記されていないので。法隆寺の金堂や五重塔は聖徳太子が建てたままのものであると長らく信じられていたんだ。だが、明治時代になって近代的な研究が開始されると日本書紀の資料によって、現在の法隆寺は再建されたものである、と主張する研究者と、いや、創建当時のままであるという研究者の間で激しい論戦が繰り広げられた。これが世に言う、法隆寺再建非再建論争なんだ。へぇ、それで結論は出たのかな？もう少し詳しく説明させてもらうと、初めに非再建論を主張したのが関野忠という建築家だ。彼は、彫刻や工芸についても朝鮮に出張して理解を深めその結果、飛鳥時代様式は、南北朝様式で、奈良時代様式は隋唐様式の流れを組むとの考えを持つようになったんだ。ということは、670年以後に再建されたとすると中国は唐の時代？そうそう。だから再建するんなら隋唐様式になっているはずだということだな。なるほど。それで再建論者はなんて言ってるの？再建論者の代表は歴史家の木田定吉で、政府が作った日本書紀に、わずか50年前の事件を、誤って書くようなことはありえないと、強く反対したんだ。他にも多くの学者が加わって、それから30年以上にわたって激しく争われたんだよ。だが、この論争は法隆寺は再建されたという結論で現在はほぼ決着がついているんだ。そんなに争ったのに、なんか資料が出てきたの？ああ、とある遺構の発見がきっかけだ。経緯が少し複雑なんだが、現在西院の境内の東南隅近くの築地塀のすぐ内側に、塔の心柱の礎石が座っているんだが、この礎石は明治初めに寺から外へ持ち出され、その後所有者も分かって、1939年昭和14年頃には、兵庫県住吉の久原という富豪の家の庭石になっていたんだ。大事な礎石が一般宅の庭石になっていたの？それでその石は戻されたの？鉄道の貨車2台に乗せて、法隆寺駅に着け、そこから毎夜大勢の妊婦を使い、丸太を敷いた上を引っ張ってきて戻したんだ。それで運搬費がいくらか余ったのでその付近を発掘してみると、同じ年の秋に当院で発掘された。イカルガミア跡と同じ方向の15度ほど東に触れた若草伽藍跡と呼ばれる創建法隆寺跡が発見されたんだ。創建当時のもの？さらに若草伽藍からは瓦も多数出土したが、
その瓦の模様から関野の意欲だらけ、すなわち純然たる飛鳥時代と言い切れる瓦だけが出土したんだ。こりゃあ、再建説で決まりだわね。ああ。だがその頃の法隆寺被災権論は少し変わっており、法隆寺が焼けたことは認めた上で、今の正院は670年よりも前に聖徳太子のために建てた別の寺であるという議論が出ていたんだよ。そして霊夢、先ほどの説に関連して実は最近再建論でも被災権論でもない三つ目の説が出てきているんだ。え？どういうことよ？創建法隆寺と再建法隆寺の時期が重なっているのではないかという説だ。二つあった時期が存在したってこと？ああ、一時期同時に存在したのではないかという説だ。根拠を教えて。まず火災前の創建法隆寺と、火災後に再建した法隆寺の場所が違うのは不自然だ。一般的には火災前の場所にそのまま再建する。だけど今ある法隆寺は角度を変え伽藍の配置も変えている。創建法隆寺の伽藍は四天王寺式で一直線だったんだよ。なんで変えたの？再建法隆寺の場所は平坦ではなく、丘陵地の麓の起伏に富んだところだから。スペース的に金堂と塔を横に並べざるを得なかったという考えが優勢だけどな。だが、再建するなら同じ伽藍配置にするのが常識だろ？うん、そうよね。それに金堂に使われている天井板は、創建法隆寺の焼失前に切り出されたものだったんだ。ということは、それ以前から再建構想があって、すでに金堂は建てられていたということになる。ますますわからなくなってきた。いや、頭がこんがらがってきたわ。さっき、五重の塔の心柱は594年に切り出されたヒノキだと言ったろ？そうだったわね。だけど、それなら再建五重の塔は670年の創建法隆寺焼失後に建てられたのだから。少なくても80年近くはそのまま保存されていたということになる。そんな長い時間保存しておくかな？確かに不自然な気もするわ。この説を唱えているのは建築家の方だから、材料の視点で考えているところが面白いな。そうね。さらに瓦の視点からも、この同時存在説は有力に思えてくる。643年光禄天皇2年、蘇我のイルカに焼き打ちされたとされる斑鳩宮跡から出土された軒平瓦は、再建法隆寺の瓦とよく似ているんだ。なんか同時存在説にしか思えなくなってきたわ。いずれにしても、再建年代をめぐる論争はまだ決着がついてないから、これからが楽しみだな。そうだわね。最後に、法隆寺をめぐる不都合な真実としてこの説を取り上げないわけにはいかないだろう。まだあるの？梅原武の法隆寺怨霊説だ。再建法隆寺は、聖徳太子のたたりを恐れた人々が、太子の怨霊を封じ込めるために建てたという説だ。なんか急にホラーになったわね、どういうこと？馬宿の王子、聖徳太子の血筋の人たちを上宮を受けと言うんだが、馬宿の王子、推古天皇が亡くなった後に朝廷が代を受け、上宮を受け、蘇我氏の三つに分かれたんだ。なるほど。それで上宮を受け系統は馬宿の王子のこの山城の上の王子なのね。ああ、人々から敬愛を集めていた馬宿の王子は、没後厚い崇拝と信仰の対象になったんだ。今でも聖徳太子と言って崇められているんだから、当時はものすごかったのがわかるわ。だから息子の山城の上の王子を退けて即位した寿命天皇にとっては気が気じゃないだろう？そうね。山城の上の王子も好意を伺っていただろうが、寿命天皇死後も、その皇后である光禄天皇が即位し、またもや好意につけなかった。これはもう意図的ね。そうだな。というわけで、643年に蘇我のイルカによって父の代より住まいとしていた斑鳩宮で吸収される。イカルガミヤは炎上し、山城の上の王子も一旦は山に逃れたものの熟慮の末、父馬宿の遺言を守り、戦闘を放棄するんだ。そして法隆寺に入り自ら首をくくって果てたんだよ。遺言は戦うなってこと？もろもろの悪をなすことなかれ、もろもろの善を行え、だった。それで痛ましいことに馬宿の小山子たち、男女23名が運命を共にしたんだ。それじゃあ、なおさら馬宿一族信仰が高まりそうだね。そうなんだよ。だからこそこの法隆寺怨霊説も生まれるわけだな。これに関連して、もう一つの謎として法隆寺の中門の謎がある。門に謎があるの？中門の門の中間は普通3軒か5軒など奇数になっているから。真ん中にで入り口としての空間ができ、門としての機能を果たすことができるんだが、法隆寺の中門は4軒で、まるで入るものを拒むかのような作りになっているんだよ。なんでそんな風にしたんだろう？あ、怨霊を入れないため？
怨霊説によると注文中央封じ込め説なんだそうだ。法隆寺の東都金堂には馬宿の王子が祀られており、その霊魂を回廊で区切られた一角の外へ出さないために。言い換えれば馬宿の王子の資料をそこに封じ込めるために。出口である注文の真ん中に柱が建てられたというんだ。なんだか信じちゃいそうね。あ、この辺の詳細に関しては、関連動画聖徳太子の子孫はなぜいないのかをご覧ください。それじゃあ、怨霊説が正しいの？いや、怨霊説はとんでも説として扱われていることが多いな。じゃあ、どうして注文の柱が真ん中に来るのかな？これについても様々な説があるんだ。いくつか挙げてみると。1、左右に並ぶ五重の塔と金堂に対応させて、向かって左の口が五重の塔への、右の口が金堂への出入り口と見る説。2、門の真ん中に立つ柱は人を選別しているのであり、気高い精神を持つ人だけが中に入れるという説。3、門の真ん中に柱が立つのは古代中国の正統的な形式であり、それが法隆寺に入ったとする説で、左回りを取る礼儀作法に習って右が入り口、左が出口と見るんだ。たくさんの説があるのね。霊夢はどの説がいいと思う？私は3っぽい気がするけどね。こういうところを知って法隆寺に行くとなお楽しみが増すだろ？そうね、実際に見たくなるわ。それじゃあ最後に法隆寺が世界最古の木造建築じゃないかもしれない、っていう話を紹介するぜ。そんなはずないわ、法隆寺は世界最古よ。まあ落ち着けって。実は法隆寺より古い木造建築が世界には存在してるかもって話だ。それは御出王の墓と言われるものだ。御出の生きた時代は紀元前8世紀のトルコだからえらい前だな。そんな9000年も前の木造建築なんて残っているの？疑わしいな。墓は古墳みたいな山の中にあるようで、その中に木組みの部屋が一つあり、枠組みに使われていた木から割り出した年代が紀元前740年前後だった。それって木造建築って言えるの？木造建築物の定義の問題だな。御出王号建築物とすることに意義はないが、外気に触れず外周を石や土に覆われた木造の空間を、純粋に木造建築物と言えるのかどうかは、議論の分かれるところだな。少なくとも法隆寺は、周囲を石や土などで保護されずに露出した状態で、自立して1300年以上を経てきたからな。そうね。仮に法隆寺の建築物が世界最古でなかったとしてもその価値は薄まるどころか。今日の話を聞いてますます高まったわ。それはよかった。これを機に法隆寺を通して飛鳥の人々の知恵からも学びたいものだな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。